僕もさん、あのー、思いついたのが、その、ドライブコンサルっていうね、昔やってたんですよ。で、20万でやってたんですよ。で、いたんですよ。20万でドライブコンサル。これをね、ちょっと復活させようかなと。うん。で、まぁ、あ、今回買う車が Z4 でオープンーになるんで、オープン結構いいじゃないですか。で、ドライブコンサル、いいんじゃないかなっていう。で、じゃあ20万でやったとしたら、また20万でやったとしたら、 なんだ10人やったら200万じゃないですかうんで20人やると400万ですよねつまりあの大体今買おうとしている BM が550万ぐらいなんですよだからドライブコンサル20万でまあ25回ぐらいやれば500万まあ30回やればもう回収ですね <laughs> あドライブコンサル30回やったら終わりかみたいな これいけるんじゃ、なんかいけるというか、あ、そんなもんなんだな、みたいな。過去に僕あるんだよ本当に。20万もらいましたから、うん。そう。だからね、あの、それをやろうと思って。うん。まあ感じ、まあ使い方ですよね。どう使うかってう。うん。まあ車を持ってても、もう多分そういう稼ぎ方する人はあんまいないですよね。ドライブコンサルみたいな。 いってらっしゃい。